はい、おっさんチャンネルどうもゆうきしです。島田のおっさんです。島田のおっさんでーす。<ー>青春舞台野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、はい、見ました。見ましたよ。よもうね。5話まで見てきましたんで、最初は1話だけだったけど、はい、今度は2話から5話まで一気にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 島野のオスさんは気に入りすぎて小説まで買ったんですよね。はい、<laughs> ええー、買っちゃいました。ええー、すごい。えー、えー、面白かったですか？面白かったです。ええー、あのー。 湘南台とか地名とかがきちっと国名に書かれてるのであそうなんだそうなんどこどこあれって小説でも藤沢なんですかマジ藤沢ですあそうなんだだから本当にスタートオープニングのページから湘南台の図書館っていう形に表現されてあそこに行くんですよあれやっぱ湘南台図書館なのそうなんですよやっぱな僕絶対そうだと思ってたちょっとそういの湘南台図書館に痩せるバリンガーリが登場しますねたまにたまに行ってみよう行きたい ちなみにシードハウスも湘南台にありますのでね,あありますねよろしくお願いしますいや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 だからそういった意味ではその小説は読んでてその地元愛が深まるっていうかなるほどねここだよみたいなすごいありましたねでもさ2話から5話で一気に進んだね,、はい、ねとりあえずさ2話3話で1つで4話5話で1つみたいな感じになってるんで、はい、ちょっと分けながら話していきましょうはいお願いします2話3話 ね、2話の「ケツを蹴る少女」面白かったねうん <laughs> いやね素晴らしいシチュエーション <laughs> <laughs> 僕の目も「ケツを蹴る少女」だけだよ 2, <laughs> 2<話> <laughs> なんかああいうの面白しろいよねなんか2話のすげえショックなこととしてさ、はい、お母さんに忘れられるあれつらかったですね,ね記憶からね消えちゃって、はい あの時の心を思うと、本当、涙が出ちゃいましたよ。小説読んでても、ね、アニメ見てても、うん、うん、見てられない。で、三話、君だけがいない世界、うん、で、あの観測っていうことでね。うん、はい。もう舞先輩の存在がどんどん消えていくっていう。うん、あれ、怖かったね。怖かったです。うん。意外にね、青春舞台ロが解決したっていう。<laughs> <laughs> 方法としてはねそういう終わり方でよかったのって思っちゃうんですけどそうですねちなみにこれネタバレなんで全然ネタバレ OK なんでまあちょいちょい物理の話とかそうですね物理的でしたよねシュレディンガーの猫は前回話したんでそれが出てきましたねね出てきましたね完全にああそうかみたいな感じでうん あれ意味分かりましたなんか周囲から観測されて存在が確定するみたいな話、うん、あれ見てようやく分かりました意味分かりました意味分かりまま、えー、解説できますはい、あ、できない <laughs> 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 あれめちゃめちゃ面白いと思うんだよな、はあ、でもあれをその高校生がその友達こう淡々とこう説明できちゃうとところは双、ね、葉先輩いいよね、うん、個人的にはね二葉先輩が好み、うん、あやっぱり 優秀ですよね理系はえ、この先に出てきますからリケジねなんかねあれがなんかさ頼もしいじゃんはい頼もしい女子っていいよねんかお願いしてやってくれるみたいなきちっと仕事こなしましたからこなしますからね最終的に彼女のおかげであのエンディングまでハッピーエンドに終わったとねうほんとだわなんかこう二馬さんははい でで一区切りするじゃないすかそこのところで、あのー、なんか僕1話見た時に世界が改変系なのかなと思ったら結構本当にそんな感じでしたね、うん、はいなんかどん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 桜島先輩の存在がなくなってってで最終的には本人も寝ちゃってね、はい、忘れちゃっていやだからその第1話目の解説で「うん、あえここまで先読んだ本当は知ってたんじゃないの?」っていうぐらい本的中でしたよね。<laughs> ね、なかなか適中な感じでしたねあれなんで思い出したか分かります保ああ話であいやそこはね今にがらなかったんですよアニメ見ても小説見てもなんであそこでいきなりパーンってこうガッて全部戻ってきたのかなっていうのがあれ不思議だよねはいだからあそこだけでもうちょっと話のばく長くしてもよかったんじゃないかなっていうようなぐらい あれ面白いよね。はい、なんか僕あのー、あそこであの本主人公がいきなり思い出すじゃないですか。はい、あれで要はその主体が誰なのかっていうのがうんなんとなく分かってる気がするんだよね。ええー、どこな誰なんですか。要はさ主人公の語りで始まるじゃん。はい、アニメ自体が、うん、だから元々主人公がそのなんていうのかな主人公っていうかえー、っと安佐がくんずさがくんのあのモノローグっていうかさう自分語りで 進んでいくのかなと思ったんだけど桜島さん先輩の方に主体があったんだなっていうのはあれで分かるんだよねああなるほどなるほどそうそう僕はそういう表現だと思うだから一番最初にさ1話で話したさ、はい、そのブレーードランダーの話主人公の青春舞台野郎はアンドロイドなんじゃないかっていうね,ねあの抽象的な存在なんじゃないかっていう感じが俺はすっごいするなるほどねそうそうビンビンする 要はその主人公っていうのがなんんかすげえヒーローロじゃ今回のさ2話3話の一つの大きなポイントとして、うん、あの要はその自分がさもうどん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 無視みんなから無視されて学校の中でどん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 空気みたいな存在になっていくっていう現実的なさ、うんはい、なんんていうのなんかいいやじゃん嫌なことじゃん <laughs>、うん、僕なんかも高校の時とかめっちゃ無視されてたからね。 中学の頃とか超いじめられてたからさいや全然そんな雰囲気ないですよ空気だった空気地だったったいや本当にっていうのと要は漁師っていうものがさ観測されないっていうのはもうないと同じっていうのがなんか重なるんだよねはいそうそうだから多分この話ってそれでできててさ 結局自分っていうのは周りから無視されてるってことはもうこの世の中にいないと同然なんじゃないのっていうフラストレーションからきてるからどっちかっていうとそこに対して青春豚野郎が空気になってもう,ともう消えてしまいそうな自分に対して愛をこう言ってくれるわけよ存在理由もう全員の無視を上回るだけの愛。 を叫んでくれるわけだからね少女漫画でねあれってね <laughs> はいと思いました青春舞台やろって言うからさ、うん、男子系なのかなと思ったらあれはなんかそういう青春舞台やろを望む女の子の気持ちを書いてるああ<ー>だろうなっていうねでもそういう女子がいた方がいいなっていう作者の思いですよね、うん でもあれあれだよねあの湘南っていう舞台がうまいよね湘南って我々さ湘南の人だからさ、はい、なんか分かんだよあの湘南ってね男子と女子の境界が曖昧なんだよね結構他のとこに比べて、はい、なんとかじゃーんとかなんかちょっと柔らかいしさ、えー、っていうすごいあるなんかね桜島先輩側にね行っちゃうね、うん、感情移入しちゃう。う そ,うだからそこのところですっごい面白かったのはさその結局自分がその存在しないっていうところを助けてくれるさく<っ>あの梓川君を、うん、そのなんていうのかな桜島先輩側が一生懸命作り上げたんだよねキスとかしてあそう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 多分主体がそっちなんだよね、うん、面白いよね でもさ、最後さ、はい、あの告白してさ桜島先輩出てきてさ、はい、で、あの時怖俺ちょっと怖かったわ <laughs> アニメ見ててなんかあれね統合失調症みたいなさ、<laughs> 表現にも見えて <laughs> <laughs> なんか見えない妄想が見えちゃった桜島先輩結局妄想だったんじゃないかみたいなさ <laughs> そんな人いないよあなたの彼女は本当にいるんですかみたいな。<laughs> みんなが桜島先輩を思い出してくれて本当に良かった良、うん、かった,かったおっさん的にはそこ心配しちゃってよあれ怖かったですねあれ怖かったでねそこを考えると4話5話もめっちゃ面白いんだけど、はい、4話5話ね4話5話アニメ見ました5話あ見ましたあいいっすね、はい、ラプラスのプチデビル、はい、ラプラスの悪魔って知ってますいや名前しか聞いたことないんですよね,ねあれねめっちゃ面白い ラプラスララプラスの悪魔ってなんか存在、うん、なんていうのかなその運命ってあるんじゃん、はい、運命っていうのを物理学的に考えたっていうもので。 ララプラスっていう人が考えたんだけど要はなんかどすげえ簡単に言うとね解説していいはいも <laughs> もちろんもちろろんん昔さビッグバンっていうのがバーンってあったわけだよね、はい、ビッグバンがボもうすごいもうこう宇宙ってちっちゃいところからビッグバンがボーンってなって、うん、で同じような形でビッグバンがボーンって起こってでこう拡散していったとしたらその拡散が今も続いてるっていうのが今の宇宙像なんだよ、ね。んなんか例えばその全く同じ力でさああ、はい、あのい、ー、う なんて言うんだっけこういうやつえとビリヤードそうビリヤードだビリヤードのさブレイクショットをさ全く同じ器具で、はい、全く同じ形に入射角で入れられたら、うん、完全に同じ動きをするじゃん、はい、そういう感じで要はそのビッグバンを起こってその粒子がこうぐいろんなところにこうエントロピーっていうんだけどね粒子がこうどん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 広がっていくっていうその,その組み合わせで我々が動いてるだけだからつまり全部が記述されている。 うん全部のファンクションっていうか関数がね、はい、計算できればその次の瞬間が当然わかるだろうっていうことなるほどそう運命っていうのは数学的に決まってるんだっていう話なのねあ,あそうかそれをた普通には計算できないよねっていう会話だったんですねそうそうそう、うん、でそれをあの計算できる人がいたとしたらすごいよねっていうのをラプラスが言って、うん、でそれを悪魔ラプラスの悪魔っていうあ<ー>めちゃめちゃすごい知性のこと面白いでしょ面白い っていうことを考えてであの小賀友恵さんさんがんラプラスの悪魔を探さなきゃいけないみたいな話になって繰り返しちゃってるからね <laughs> <ん>そしたら急に出てくるい、ね、た <laughs> <laughs> いた」っつ友てさん面白かったね。いやー本当オープニングからしてね「うん、あのさあ明日こそ」ね<え>ね。 あの先輩ともうお付き合いできるみたいなところが何回も繰り返していくからね <laughs> ああつらいななんて思あれつらいよね <laughs> いおっさん的にはつらい古 <laughs> 賀智恵さんは面白かったよね古賀智恵さんがテーマとなっているのはやっぱりその友達とのあれじゃん、はい、LINE とか、ね、メッセージをやり取りしないとまずいっていうのがあれがね世界の再編ラプラスの悪魔っぽい感じするんだよね。あれすごくく面白くて 要はそのさあの4話5話でこうやられてるものって、はい、あのいわゆるそのあれってさ気づいたそのさ5話でさなんかあの先輩をやっつけんじゃんはいかっこよかったあれあれさ、はい、あなんかできすぎてるなって感じしないいやそう言われちゃうとそうなんだ <laughs> でもかっこよく倒せたなって満足だったんですけどね、うんあれさなんかさおかしいと思うあれ僕あれを見た時にはおかしいと思ってほしい<え>アニメで <laughs>、うん、だってさあの「婦人公」ってヒオワなんだぜ、はい で、先輩がこうもう何バスケ部のエースが殴りかかってきてであんなにうまく撃退できちゃう,こう,こ,うこうやどうとして蹴りみたいなそ、うん、そうそうそ<の><れ>蹴りで倒れちゃうのは確かにおかしいですよ武道の専門家として、ね、<laughs> <laughs> 確かにね <laughs> でその程度みたいな思いますけど。うんうんうん あるあるのヒーローものかなっていうあれね多分あれだからいわゆる古賀智恵ちゃんがその再編してった結果なんだよ多分<ー>そうだからその主人公のあずさがわくんが殴られて気絶したみたいなのがもう一回やり直されて、うん、なるほど、ね、ああなって <laughs> もう一回やり直されてああなってっていうのが全部こう組み合わさってるんだよね多分 ああ納得だからあんなこう極端に多分描いてるんだと思うんだよねいや6話見てないんで分かんないですよ <laughs> 面白いよねいやでもそれを一回小説で確認して今書かれてるかとかでもそれと本当納得しますね,ね、うん、確かに1回であんなに上手にはいかないだろうと、うん、いくらどんなに上手な作戦を立てたところで、うんうん、ね 実際こうやってやろうと蹴ろうと思ったら切りもすかされてういってやられるまさにねありますよねでしかもさ、うん、そのうまくガンっていけるっていうのが、はい、あのそれをその一つ前に対策を立てておこうっていうふうにこう先輩っていうかさ眼鏡、うん、の女子と作戦を立てたじゃん、うんはい、あれがなければ勝てないし、うん、でその眼鏡の女子と作戦を立てるためにはその前に友達から「ああいう先輩ってこういうなんだぜ」ってこう聞いとかないといけないから、うん、全部その分かるかな そのお話の流れでこのインク関係が全部その一つ一つに定まっていかないとあの結果って得られないんだよね。そ、うん、そうそうで、あのー、最初のところで得られたよ、うん、あの分かったようにあの日本がか日本代表が勝った日ねはい古 <laughs> 賀智恵さんがラプラスなプチデビルっていうことで、うん、その書き換えてるんだよね。はい、ってことは古賀さんがその先輩変な先輩から告られるんじゃなくて、うん、その。 一周回ってありな先輩と付き合うとかね古 <laughs> <回> <laughs> 賀智恵さんがねこう多分書き換えてるんだと思うんだよね、うん、あれ、うん、僕の予想それは辻褄が合いますよでこれとだから結局さあこの,あのいわゆるこの「豚野郎」シリーズのさ、はいうん、シリーズというかまあこれのアニメのさ一つの僕の見てるすごく大きなテーマは物理的なそういう現象とか法、うん、ね そういう科学的な交渉っていうのとあとはその学校でのものすごく閉塞感、うん、中学生や高校生が感じている学校の閉塞感っていうのをこう同時にこう表現同じもので表現しているっていうのがすごくいい形だから小賀智恵さんが何と何が対比されてるかわかるえわ、ー、かんないです小賀智恵さんって今つまりそのここではここはラプラスの悪魔なんだよね、うん、つまり因果関係的決定論、はい、決定済みな、うん 世界に彼女は導いてんだよねあともう一つはその学校の友達とその付き合いをめちゃめちゃ大事にしなきゃいけないっていう心理的なバインドあれが両方あるんだよね。かかるかなえーっとどうこう来るんですかつまり あのこっちではね、はい、あの例えば先輩との関係とか自分の都合の悪いものっていうのをこうどん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 再編繰り返しながら再編してってるわけよそう,そ,うそうするとその友達との,このメッセージっていうのも、うん、なんか実はその向こうでは確定していない要は友達が自分のこと好きなのか嫌いなのか分かんないじゃん、うん、でもそこを好きっていうちゃんとその連絡をすぐ返すとかで友達ともこうずーっと延々とやることで改編をしてるんだよねあれは。 わかるかな。返信返ってきて初めて確定ってことですよね。そう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 。まあとは返信返ってきたら確定じゃん。うん、奥さんにさラインしてさあの今日は何食べるってラインしてさ、うん、ハンバーグって返ってきたらああよかった確定。妻,は怒,っ <laughs> 妻は怒ってない。<laughs> 妻怒ってない。妻怒ってないが確定するじゃん。その前では妻が怒ってると怒ってないが重ね合わさった状態になってるわけだから。<laughs> 面白くない,面白いそうなんだよなるほどね、うん、それを投稿でリンクしますね面白いでしょ面白い、うん、これがね,ね4話5話のテーマだと思うんだよね6話で多分その辺も語られるのかもしれないけどすごいこの作,作者すごいですねねえまあ、うん、そんなに難しいことではないんだけどねそうこれねあの,の YouTube 用にね参考文献用意しておきましたこれゆう口おすすめじゃーんこれ、ね、中学生小学生でも読める感じる科学 桜剛、ね、だった <laughs> <laughs> これはねなかなかおすすめですこれね読す,すごい読みやすいこれ結構簡単に書いたい絵も多いんでめっちゃすぐサクッて読める読んでみますこれねもう結構ね書いたんだよほらあの特殊相対性理論とかもあるし量子論ほら重ね合わせ多世界解釈とかねほんとだすごいそうそういろいろちゃんと書いてある でこ,れこれでもうラックラクっていう人はもう結構おすすめなのはこのすごい物理学講義お表紙からしてすごそうこれねこれは結構僕よくおすすめするんだけどなかなか楽しかったうん<ー>。そうそうあのー、僕のねよく行く、はいあのー、酒屋があるんだけど酒屋 <laughs> 酒屋でね買って飲めるんですよビールとかをで海のそばにあるからそこにみんな集まってワイワイ飲むんだけど<っ>そこで「あすごい物理学講義っていいよ」って 聞いて「うーん」っつってアマゾンで買ったらめっちゃ面白かった湘南<お> <laughs> すごい人いますね湘南<男> <laughs> そんな語っちゃうんですねビルオ見ながらそう,なそうそう <laughs> ラプラスの悪魔で6はどうなると思う予想しようああ<ー>毎週 <laughs> そうですね、うん、僕に、ね、予想作ってきた何で、えー、すか聞かせてくださいいいですか僕行っちゃっていいですか、えーはい 今のラプラスの悪魔ってさっき言ったみたいにあのビッグバンがあってそこからこう素粒子がこうちゃんと動いて、うん、お互いにこう関係性を持ちつつ、うん、広がっていきますよエントロピーを拡大していきますよっていうそういう話なんだけど、はい、あのなんで否定されたか分かる それで今否定されてるのよ。え、否定されてるんですか？そ,その確定された記述された未来っていうのは否定されてて、な、うん何でかっていうと双流子論、量子論っていうのが出てきたからなんだよね。はい、量子ってさっきあのー、やったみたい先週やったみたいに講義みたいになって、<laughs> 先週話したみたいに、<laughs> 要はその見ないと確定しないんだよね。はい。わかるかな？うん、で見ると確定する場合が多いんだけど、確定しない場合もあって、要はそのそこに存在するかどうかっていうのは確率になってるわけ。 これをコペンハーゲン解釈って言うんだけど、はい、要はこの結局ね。そのビッグバンがあってバーンってなって、そこのところにこう散らばっていくよね、はい。それは全部決まるよね。っていうのは確実に粒子が存在するってことじゃないとなんないでしょ。あーなるほど。はい。で例えば確率論的にそのさっきのビリヤードの例でついた。玉が玉に消えたりするよ。っていうのだとさ。1回目の思考と2回目の思考では変わるじゃん、はい。 なのでその結局ラプラスの悪魔は成立しないよっていう話になってきてるんだよね、えー、これめっちゃ面白くない <laughs> すごい <laughs> どっちもすごい話なのにそ,うそ,うその片方が完全にそうやって論破されちゃってるってことですかそう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 う<わ>。要は量子っていうのはこうついたり消えたりするってことは分かってるんだよね、うんうん、なので確率論的に決まるから、うん、そのもう完全にシナリオは決まってるっていう世界じゃないんじゃないっていうのがこうなってるんだけど だからねラプラスの悪魔っていうのを出してきてるってことは、うん、アインシュタインより前つまりニュートン力学側で始まってるんだよねでコペンハーゲン的解釈っていうのは2種類あって <laughs> 大学の講義です <laughs> まあいろいろあるんだけど <laughs> 多世界解釈とかねまあいろいろあるんだけど要はその粒子っていうもの量子 じゃない粒子だ粒子っていうものの存在する確率っていう,そのこ,うこういう波動がねニュルニュルニュ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 ってななんか波,動波とさ粒がさ重ね合わさってる状況つまり奥さんで言うと怒ってるのと機嫌が悪いのと、うん、機嫌がいいのが重なり合ってる状態ね。怖い <laughs> っていうのをもう重,な重なり合ってるものを粒としてもう観測しなきゃしなきゃってなってるのが古賀智恵さんなわけよ。 うんだからね123話と45って対比的に見えて123、はい、話っていうのは全然観測されないっていう先輩の話なんだよね観測されなくなったら存在が消えちゃったっていう先輩の話であの4話5話っていうのは要は観測しすぎちゃってる古賀さんの話なんだよね、うん、後輩の話すごい分かるかな両極を出してきてる、ね、逆なんだよねああそうそう 観測されなかったら消えちゃったよっていう12話3話に対して4話5話に関してはもう観測つまりもうずっとそれを観測して確定して確定して確定していないと不安っていう心の病気になってるわけだからそこを解釈するわけよ。多分青春豚野郎がそこをあのもうこのブレイクをね精神的なしてあげるとこういうバインドを解き放つわけよ。 おそらくなので不確定性を受け入れるっていう方向性にいくと思う有吉予想あ不確定要素そう世界はあのね古賀智恵さんがね気が付くわけですよ多分世界は思い通りにいかないってこの前収録しましたね、うん、<laughs> 思い通りにいかない <laughs> 思い通りにはいかないねっていうことですよなのであの僕の予想としては、はい、あの先輩に振られて終わると思う あでも振られたところで彼女は巻きそうなんです、ね、だよねそこがどういうふうな話になるかが面白いと思います <laughs> ああなるほどなるほどそうそうそうつまり振られるっていうことを受け入れて終わると思う、うん、あそこで一つ、うんうん、自分の中で変われるってことだよね、うん、そうそう,そうだって古賀さんってかわいそうなんだよだって先輩とのなんかラブラブになっていく先輩がヒーローみたいに自分を助けてくれるっていう現実を確定し続けているんだけどでも実際の先輩は もうさらにもっとね上の桜島先輩にもメロメロなわけですよ。あ、うん、足,足に興奮してますみたいな <laughs> 実際は古賀さんが観察できないところでそういう不確定な形になってるんだよね。うん、これ面面白白いいでしょっていうのを予想しました。いやでも実際にその、うん うん桜島先輩とね実際に告白をしてくっついてほしいのであの流れからいくとやっぱり告白しますよね古賀さんがねそうですねそうするとじゃあどうなっちゃうのって先輩断るしかないじゃないですか作田君はそうですねそうするとやっぱそういうエンディングってことですよね絶対古賀さん振られて終わると思うそれがどうハッピーエンドに見えるかどうかですね 楽しみですね第6話はい是非、はい、ね我々楽しみに、はい、あとはその後誰出てきますかねその後はいいや僕は結構6話でで終わりですえ何やすえ何か新しい人が出てくる系じゃなくてあ出てくるんじゃないですか多分3話1つだから、はい、7話からまた新しい物理のやつが始まるんじゃないですかねどんな物理きますかね <laughs> どうなんだろうな、うん この辺の辺重なり合わせ多世界解釈なんかはものすごくやりやすいから、うん、それこそ光とか、うん、出てきてもおかしくないしねいろいろ面白いいろいろ可能性これねいろいろできると思う <laughs> 観測っていうものをもっと広げられるしね<ー>そうそうそうなるほどカメラっていう例えばそのメディアっていうものの観測はどうなのかとか。 そうだってあの桜島先輩が芸能活動に戻ってったじゃん、はい、芸能活動に戻ったことで他の人から観測されるっていうことがさらに影響出てくる可能性もあるしうそうそうその辺はいくらでも作れると思う <laughs> すげえ楽しみ楽しみですねえと、はいはい、いうわけでね、はい、6話楽しみにまた撮りましょうというわけで「えー、っと青春豚野郎」の2話から5話までやってみました、はい、というわけで「おっさんチャンネル」でした